番、拙者犬塚氏の森高と申す者。今日も発見しチャンネルを見てくれてありがとうでござる。最近花粉の影響か、拙者の目もかゆかゆにござる。皆の者、体調には十分お気をつけくだされ。拙者、実は今度公園で開催されるフリーマーケットに参加しようと思っているでござるよ。今日はそのための準備をしようと思い、これを用意し申した。カモン。そうそう、これこれ。落ちない。ダンボールでござる。これでフリーマーケットに使う立派なお店を作って、いざ参る。とあっ、てやっはぁ、いららららららら、相手もなかなかやる様子。よしろ、拙者に力を、って注げ注げ、よしろ。できたでござる。我ながら立派なお店でござるな。そしてこれが当日出品するお守り表と三尺。皆の者をきっと不幸から守ってくれるでござるよ。これで準備は万端でござる。今日はフリーマーケット当日、緊張してきたでござる。やはり催し物には独特の緊張感がありますな。さあ、もうすぐフリーマーケット開始時刻。おや、参加者は拙者一人の様子。お客はどれほど来るだろうか。さあさあ、見てってくだされ。フリーマーケットでござるよ。ワクワク、ワクワク、ドキドキ、ドキドキ。ワクワク、ドキドキって。そろそろお昼ご飯にしますか。いらっしゃいませ。さあさあ、見てってくだされ。お客さん第一号でござる。こっちには氷筒三尺もあります。氷筒三尺もあります。あ、父上、よしろ。無念。なんちゃって。やあやあ、皆の者、心配なされるな。これはエイプリルフールという催し用の動画でござる。決して誰も来なかったわけではないでござるよ。このチャンネルではこれからも東京放課後サマナーズの新しい情報など発信していく所存。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。モースモースワンワン、まったねー。イエイエイワーイワンワン。